皆さんこんにちは。今回は昭和の若者文化にスポットを当てていろんな族を紹介していきます。各年代と流行りとともに〇〇族と言われる人たちが出てくるようになりました。戦後日本が大きく変わる中で個性的でユニークなスタイルを持つ若者たちが次々に登場してきましたよね。令和の今では考えられない懐かしくも驚きのエピソードを振り返りながらお届けします。ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。早速昭和1丁目1番地をご覧ください。まず最初に紹介するのはこの〇〇族という言葉が使われるようになったと思われる斜陽族です。1947年に太宰治の名作斜陽から誕生しました。この言葉どこか哀愁漂う響きがありますよね。かつての栄光にしがみつきながらも戦後の時代の波に飲まれていった、そんな彼らを表現した言葉です。輝かしい生活を送っていたものの戦後の混乱で全てを失い時代に取り残されてしまった存在でした。この斜陽族の元になったのは太宰治の斜陽。1948年の流行語にもなりましたよね。戦後急激な社会変化に適応できず苦悩する姿が描かれています。特に若者たちはこの物語に共感し、俺たちの時代はもう終わったのかと感じるようになりました。彼らのライフスタイルは過去への未練と今の現実の狭間で揺れ動くのです。例えば新時代のサラリーマンたちを冷めた目で見ながらも自分たちはそこに溶け込めないという焦燥感を抱えていたようです。かつての贅沢な生活がどんどん遠のいていく中で現実はどんどん厳しくなる、そんな苦しさを生きていた斜陽族の姿は当時の多くの若者に自分の未来はどうなるんだという不安を突きつけたようです。まるで斜陽の物語と同じですよね。そんな光景に戦後の日本の若者たちは恐怖と共感を抱きました。でも斜陽族はただの没落貴族の物語ではありません。当時の若者が抱えた未来への不安そのものを象徴していたんです。そんな斜陽族に自分を重ねる若者がどんどん増えていったようでした。この斜陽族の流行は文学を超えて時代に取り残された者たちの象徴とも言われました。そして〇〇族という言葉の元祖として日本文化に深く根付くことになったのです。1950年代には斜陽族という言葉が登場しましたね。この言葉は斜陽族をもじって生まれたものです。彼らは没落するどころか会社の経費で夜の銀座を堂々と歩き、まるで貴族のように散歩しているようにも見えましたよね。当時の日本は戦後の経済成長期真っ只中、企業は膨大な接待費や交際費を使い、ビジネスの場はそれはそれは華やかでした。そしてその恩恵を最も受けたのが斜陽族と呼ばれたサラリーマンですね。彼らは会社の経費という名の無限カードを手に夜の街で豪遊する日々、銀座の高級クラブやレストランに足を運び、シャンパン片手に取引先とのビジネスディナーがいつしか豪華な宴会へと変わっていくのです。現代では考えられませんね。その豪快なライフスタイルはまるで映画の一幕、きらびやかなネオンの下、彼らが歩く銀座の夜はまさに一流のパフォーマンスが繰り広げられているかのようでした。接待という名目でありながら実態は自分たちが主役なのです。まるで俺たちが銀座を支配してるんだと言わんばかりの姿で毎晩のように高級クラブの扉をくぐり抜けていましたね。しかしそんな贅沢三昧の日々は次第に社会問題としても注目を集めるようになります。接待費や交際費の乱用が度を超え、会社の金で遊び回る斜陽族の姿が批判され始めたのです。今思えば会社の経費でここまで遊び尽くしたという過去はある意味で戦後日本の異様な経済成長の象徴とも言えるでしょう。斜陽族はただのサラリーマンではなく戦後のビジネス界を象徴する存在でした。現代のサラリーマンは羨ましがるでしょうね。次に紹介するのは1950年代に話題をさらった親指族。この名前の由来は今のパチンコとは全く違う当時の手動パチンコから生まれたんです。今は電動で弾をバンバン打ちますが、当時は親指で一発ずつレバーを弾いて打ち出していました。まさに指一本勝負のスタイルでしたね。これが親指族と呼ばれた理由です。特に名古屋発祥のこの手動パチンコは全国に広がり、1953年頃の新橋では親指で玉をひたすら弾く人々でにぎわいました。見た目には真剣そのものでしたが、横から見れば親指を忙しく動かす姿が
ちょっとコミカルで、当時はそういう姿を茶化して親指族なんて呼んでいたのでしょうね。面白いのはこの親指族という言葉、2000年代にもカムバックしているのです。ただ今度はパチンコではなく、携帯電話や PHS を親指で高速タップする若者たちが新たな親指族として登場しました。彼らの台頭によって絵文字や顔文字を多用する独特のコミュニケーションスタイルが生まれたのです。感情やニュアンスを効率的に伝える手段として、これが広く普及したのでしょう。実はこの親指族ですが、健康に影響を与えることもあったのです。長時間の親指使用によるテキスト首症候群やスマホ親指と呼ばれる症状が若者の間で増加しました。当時は知られてなかったですが、親指を使う頻度には注意が必要ですね。あのパチンコから携帯電話まで、時代は変わっても親指の動きは変わらないのでしょう。1955年に石原慎太郎の小説太陽の季節、これの小説をきっかけに一世を風靡したのが太陽族でした。この小説に登場する若者たちの、まさに俺たちが時代を動かしてるんだと言わんばかりの自由奔放なライフスタイルが、当時の若者たちにド直球で刺さりましたね。海辺ではサングラスにアロハシャツという石原裕次郎のスタイルを真似た若者たちが退去して登場し、まるで映画のワンシーンが日常になったかのような光景が広がったのです。彼らの大胆な生き方は、ただのトレンドを超えて戦後日本の新しい価値観を象徴するムーブメントとなったでしょう。今思えば若者たちが文学に影響されてここまで行動を変えるなんて、かなりすごいことですよね。続いてはそんな人たちによる社会現象にもなった雷族を紹介しましょう。彼らの代名詞は改造されたオートバイの爆音です。ただの騒音ではなく、その轟音は雷鳴さながらでした。街に出るとまさに道を開けろとばかりにその音が人々を震えさせました。それはもう恐怖でしたね。彼らは裕福な家庭の若者たちで、高価なオートバイを自慢げに乗り回し自由を謳歌していたのです。マフラーの改造で爆音を響かせながら夜な夜な街を疾走する彼らは、スピードとスリルを追い求める一種のアウトローとでも言うのでしょうか。彼らの楽しみはただの遊びでは終わりませんでした。警察との衝突も日常茶飯事で、ニュースでも連日彼らの行動が取り上げられ、世間の注目を集めていましたね。雷族はその名の通りの雷のような存在でしたが、社会に与えたインパクトは計り知れません。彼らの行動は単なる若者の反抗ではなく、自由と冒険を体現した象徴とも言えます。その後サーキット族や街道レーサーといった名で進化していきましたが、雷族が日本の若者文化に与えた影響は凄まじいでしょう。これが今でいう暴走族でしたね。1964年にはこんなスタイリッシュな若者たちが現れました。皆さん覚えていますか？銀座に集まったスタイリッシュな若者男性たちは、バミューダショーツにコットンパンツ、手にはパンや純の紙袋、一方女性たちは白いブラウスにロングスカート、スカーフでバッチリ決めた姿で街をかっぽ。その姿はまさにファショーショーさながらで、銀座を歩くだけでステータスが上がると信じていたのです。そんな彼らをみゆき族と呼んでいました。有名人ではシンガーソングライターの吉田拓郎もみゆき族の影響を受けた音楽家として当時は話題になりましたよね。また特に面白いのは彼らの目的のないブラブラ歩き、ただみゆき通りを歩くだけが一種のステータスで、まさに何もしていないことがかっこいいとされていた時代、これがみゆき族の神髄だったのです。しかも地方からもファッションに敏感な若者たちが銀座に集結し、みゆき通りは一大社交場となっていましたね。雑誌平凡パンチが彼らを取り上げると、みゆき族は一気に全国的なブームとなったのです。流行りは短かったですが、その影響力は絶大で、60年代の日本ファッションシーンを語る上で欠かせない存在となりました。次に紹介するのは1965年に日本中を熱狂させたモンキー族。この名前どこかユーモラスですよね。実は彼らが踊っていたモンキーダンスがその由来なのです。両手を前に出して上下に振り、膝でリズムを刻むこのダンス、見た目が猿の動きにそっくりでモンキーと呼ばれるようになりました。動きがとても話題になったのを覚えていますよね。モンキーダンスが日本で大ブームを巻き起こしたのは、ビートルズやザ・モンキーズといった
海外のアーティストたちの影響でした。ダンスホールやクラブでは若者たちがモンキーダンスを踊りまくり、そんな彼らをモンキー族と呼ぶようになったのです。モンキー族はただ踊っていただけじゃなく、ファッションにもこだわりがあったのを皆さんは知っていたでしょうか。男性は細身のパンツにポロシャツ、女性はミニスカートという、当時としては超イケてるスタイルで、彼らは音楽だけでなくファッションでも最先端を走っていましたね。ただそんな自由奔放なモンキー族に対して、大人たちは若者が変わってしまったと眉を潜めていたようです。特に保守的な大人たちには、西洋文化に夢中な彼らを批判するような声も上がっていましたね。しかしこれこそが当時の日本の変化を象徴していたのです。モンキー族は音楽やファッションを通して新しい時代の風を吹き込みました。まさにモンキー族は日本の若者文化が一気に国際化していった時代の先駆けですね。新しい風といえばこちらも懐かしいでしょう。〇〇族といえば最も奇抜なヒッピー族。1960年代後半に登場しましたね。彼らは戦争反対、愛と平和をと声を上げ、伝統的な価値観に脳を突きつけたのです。ヒッピー族の文化には多くのアメリカの有名人も影響を受けたことでしょう。ビートルズのメンバーであるジョン・レノンは Give Peace a Chance などの楽曲を通じてヒッピー文化を象徴していましたね。アメリカで起こったヒッピームーブメントに影響を受けた彼らは、自由奔放なライフスタイルを愛し、サイケデリックな音楽とカラフルなファッションでまるで別世界から来たかのように街を歩き回っていました。当時の若者にとってヒッピー族は流行の枠を超えた革命的な存在なのです。東京の新宿や渋谷にはそんな彼らが集まり、自由を象徴するコミューンを作っていました。音楽フェスや集会を開き、特に代々木公園ではまるでアメリカのウッドストックを再現するかのような平和の祭典が繰り広げられていましたね。何にも縛られない究極の自由を謳歌する彼らの姿は一種のユートピアを作り上げていたのです。しかも彼らが愛したのはただの自由じゃなく、物質主義、そんなものいらないといった風に彼らは反物質主義を掲げ、平和主義と自然回帰を追求したのです。そのスタイルはまさにサイケデリックな色彩の嵐で、当時の東京の街をカラフルに染め上げました。さらに興味深いのはヒッピー族だけでなく、風天と呼ばれる独自の集団も現れたことです。日本人は〇〇族と名付けるのが得意ですね。特に新宿を中心に集まった風天たちは、自らをヒッピーとは一線を画す存在だと主張していたのです。ヒッピーと風天は違うんだと熱く語る著名人もいましたが、どちらも時代に縛られない自由な魂を持つ若者たちであったことは確かですね。風天族は当時、風のように気ままに生きる若者たち、定職にはつかず縛られた生活なんてまっぴらとばかりに、自由にあちこちを渡り歩いてましたね。そんな彼らを一躍全国的に有名にしたのが、あの映画「男はつらいよ」の主人公トラさん。彼は風天族の代名詞ともいえるキャラクターで、世間に風天って最高に自由で楽しそうというイメージを広めたのでしょう。まさに風天族の象徴なのです。あの天真爛漫な笑顔と気まぐれで自由な旅のスタイルが、テレビ画面を通して全国のお茶の間に届けられると、あっという間に人気者になりました。トラさんの「俺明日どこ行こうかな」のセリフはまさに風天族の哲学そのものなのです。決まり事なんて無視して、今日を自由に楽しみ、明日のことは風任せ、それが風天族の神髄でした。トラさんの影響力はすごいですね。風天という言葉は風天に由来し、どこにもとらわれない風のように生きるを体現する生き方そのものを表します。新宿駅周辺では特に目的もなくブラブラと歩き回る風天たちが目撃されました。彼らはどこにでも行き、どこにでもいられる。そしてその姿は当時の保守的な日本社会にとってまるで風雲児のように衝撃的だったのです。アメリカのヒッピーもニュアンスは似ていましたが、違いはありました。日本の風天族はどちらかといえば、思想なんてなくても自由に生きてりゃいいじゃんというスタイル。それに比べてアメリカは反体制的な思想やドラッグ文化も絡んでいました。彼らはヒッピーのファッションやライフスタイルを取り入れながら、ただ純粋に今を楽しむことに全力投球だったのです。極彩色の衣装に見るだけで頭がクラクラしそうな幾何学模様をまとった若者を覚えていますか。
彼らのスタイルはとにかくド派で、まるで夢と現実の狭間をさまよっているかのようなサイケ族です。彼らの遊び場はディスコやクラブ、そこで流れるジミ・ヘンドリックスやザ・ドアーズといったサイケデリックロックの爆音に合わせ、まるで音楽に身を委ねるかのように踊り明かす、そんな光景が当時の日常だったのです。頭が痛くなるほどの爆音でした。ロックといえばミュージシャンの内田裕也はサイケデリックロックの先駆者と言われています。音楽や芸術を通じてサイケデリック文化を日本に広めたのです。サイケ族にとって日常はファンタジーの延長線上にありました。彼らのファッションは一歩外に出れば全てがステージです。ビーズのネックレスに長い髪を風になびかせ、カラフルな服を身にまとって街に現れるその姿は、ただ歩いているだけでも人々の注目を集めていたでしょう。中でも面白いのは、彼らがまるで幻覚の中にいるかのようなファッションに夢中だったことです。どぎついピンクに緑、青のストライプに不規則な模様で、これを着こなす勇気がどこにあるという感じでしたね。まさに視覚的に人を圧倒するデザインが彼らのトレードマークでした。ディスコではそんな奇抜なファッションをまとったサイケ族が極彩色のライトに照らされて踊る様子が、まるで万華鏡の中にいるような幻想的な光景にも見えましたね。しかしサイケ族が愛したのは音楽やファッションだけではないのです。彼らは何よりも自由を愛していました。反物質主義や自然回帰への思考が強く、ただの流行ではない独自の思想を持っていたと言われています。ただしサイケ族もアメリカでのようにドラッグ文化が浸透していたわけではなく、そこはあくまでファッションムーブメントとして日本独自の形で展開されました。とはいえ日本でのサイケブームは驚くほど短かったです。1970年代に入る頃にはあの派手な色使いや奇抜なファッションも影を潜め、サイケ族は一時の夢のように消え去っていきました。次に紹介するのは1967年に日本をカラフルでポップなウズに巻き込んだイエイエ族です。このユニークな名前の由来はフランス発のイエイエポップミュージックが由来となります。シルビ・バルタンやフランスギャルといったキュートでおしゃれなイエイエ歌手たちが世界を席巻し、日本の若者たちも彼女たちの魅力に一気に引き込まれたのです。そしてイエイエ族の女の子たちはまるでフランスのポップシーンから飛び出してきたかのように、可愛くてキャッチーなファッションで街を彩りました。イエイエ族のスタイルといえばまさにポップでキュートそのもの。カラフルなミニスカートに膝上ブーツ、頭にはリボンや大きな帽子、まるでお人形のようなファッションに身を包んだ彼女たちは、どこに行っても私たち今が一番楽しいと全身で表現していたのです。日本ではイエイエ族の流行は音楽シーンとも密接に結びついていました。フランスのイエイエ歌手だけでなく、ビートルズやローリングストーンズといったイギリスのバンドも大人気で、彼らの来日公演はまるでイエイエ族の祭典。彼らのコンサートに行くのはもちろんのこと、そのファッションをコピーしたイベントが街中で開催されていたのです。イエイエ族の女の子たちはイエイエと叫びながら軽快に踊り明かしていました。ディスコやパーティーの会場はまるでフランスのポップシーンを再現したかのようににぎわい、どこを見てもカラフルなイエイエファッションに身を包んだ若者たちでいっぱいだったのです。当時の日本社会がまだ保守的な風潮を引きずっている中で、彼女たちはもっと自由に、もっと可愛く生きていいという新しいメッセージを全身で表現していました。彼女たちのライフスタイルは多くの若者にもっと楽しんでいいんだという勇気を与えたのです。ファッションといえばアクセサリーやちょっとしたアイテムも当時の流行りとして注目されますね。彼らは大きなリュックサックを背負っていたことで注目の的になりました。それは1960年代後半から1970年代にかけて日本を旅したカニ族と呼ばれる人たちです。名前のインパクトがすごいですよね。当時長期旅行や登山に使われていたリュックはキスリング型と呼ばれる横長のもので、これがとにかくでかいのです。幅が80センチもあって背負ったままでは列車の通路なんて前向きに歩けず横向きに進むしかなかったのです。まるでカニが歩くように、そんなカニ族たちはリュックの中に寝袋やハンゴを、食料なんかをぎゅうぎゅうに詰め込んで全国を旅して回っていました。彼らの多くは時間に余裕のある大学生などの若者で、低予算で長期間の旅を楽しんでいたのです。今でいうバックパッカーの先駆けとも言える存在で、カニのようにゆっくり
でも確実に各地を横断する姿が目立っていたのでしょう。このカニ族という言葉が自然発生したのも、彼らの旅スタイルがあまりにも特徴的だったからこそなのです。大きな荷物を抱え、カニのように横歩きする彼らの姿は、まさに当時の旅文化を象徴する光景とも言えます。いかがでしたでしょうか。少しでも懐かしさを感じていただけたなら嬉しいです。紹介した以外にこんな〇〇があったなどあったら、コメント欄に投稿してください。当時の思い出を振り返って、あんなことこんなこと思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。このチャンネルでは他にも昭和の懐かしいものを振り返っていますので、ぜひ他の動画もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。